配信なので30分お話をして終わろうと思います。はい、って皆さんありがとう。おはようございます。おはよう、やっほい、はじめよう。今日はレッスンはありますので7時15分まで。おはよう、改めないでご挨拶。かまちゃんおはよう、い Thank you。 そう、今日は波乗りタイムはございません。おはよう、はじめまして、なんでやねん。今朝のどうですか、かまちゃん姿勢を目指す。あ、本当ですか、新公演のあれで振り上げていただいたのかな、ありがとうございましたね。かまちゃんおはよう、昨日なんかひどい天気だった。そうだよ、夕立とかがすごくてどっしょり。思い出していこうぜ。なんて言った、パナコッタン、うえ、ありがとう。今日のゲームプロですか、どうかな、お目覚めいかが。だって、お目覚めはぐ今起きたというか、まだ起きてないですね、気をつけないと。うーん、僕は今朝6時ぶり、今日2度目の配信、イエーイ、ありがとう。声出していこうぜ。ストレス解消、気持ちいいで来ていて、あと2日ね、やばい、2日って感じ全然しない、まだやばい。今日は2じゃない、そう、昨日ねちょっとフライングをいたしました、告知失礼いたしました。今日ですね、今日です、カイニャンさんとのラジオは今日でございます。どっしょび、どっしょび、キサもかわいい、カノンさんありがとうございます、 Thank you。 おはよう、ゴンドキュイコのヨスカノンさん、あ、はいはいはい、そうですね、カノンちゃん映した、おー、よかった、バブルありがとう。昨日の配信9時終わるといいね、サンチャンらしいね、だってね、なんか本当に終わるつもりだったんですよ、でもアンコール、アンコール、そっか、アンコール、アンコールいただいたら、アンコールはね無視できなかったよね。だから今度からはアンコール、こんな言い方はあれだけど、アンコールちゃんとしてもらえることを考えて、そうその言い方が難しいけど、してもらえた時に答えられる時間配分、そう、してもらえるかしてもらえないかはさ、そりゃ皆さん次第だから、それまでのカノンのね歌、昨日の配信だったら歌だったり、まあそのパフォーマンスというか内容によって、アンコール、皆さんがアンコールもしたくないってぐらいのあれだったらダメだけど、もちろんもうアンコールをいただけるように頑張るし、アンコールしていただいた時に答えられる時間配分を考えて配信をしなきゃいかんね。さだこんちゃんの癖、おはようございます、すいすい、はいよ、バブルありがとう。ラッキー聞いてて、ちょっと歌い方変わったかなと思ったね、カノも思った、表現広がったっていう、シンクに鼻息が、え、わかんないですけど、なんかカノもなんか自分的に変わっててちょっとびっくりしたけど、なんかあ、この声もありかなみたいな感じで昨日は歌ってましたね。でも久しぶりにこう歌う、全力で、全力でというか、こうがっつり歌って、がっつり歌うというか、歌だけでカラオケっていう形をって久しぶりにやったので、最後の方は喉が疲れてましたね。今日も7時15分にアンコールする、ダメダメダメ、今日はアンコールはやめてほしいですね。そばにいさせても聞きれ、あーね、いい曲いっぱいあるから歌いきれないよね。
すぐそばにいさせて。アンコールせあこそう皆さんのありがたいアンコールのせいでうん、カノンが歌っちゃったじゃない。昨日東京昨日に7度低いけどムシムシ暑い。おお、7度低くっても暑いってね、ほんと高すぎる。入った、ありがとう。ブルカの放置どっかありがとうございます。じゃあ今から声出していこうぜ。アンコールだってなんでやねん。おはよう、今日も会員大好きだよだって。ありがとう、優しいね。延長マシマシね。そう、本日も安定の可愛い顔だ、優しいなあ。僕ミッキーおにぎりセットください。もう大丈夫、結婚する、結婚しない、そしそし。おはよう、アンコールじゃなくてアンコール、なんでやねんなんでやねん。おはようございます。昨日の恋のな、昨日恋のな全力でやってる、踊ればよかった。うん、それ確かにっていう方が、あれも歌えばよかったなって曲いっぱいあるよね。なかなかスケジュール管理も大変ですね。だってそうなんですよ、今ねちょっとね最近バタバタしてるからね、本当にバタバタよ、歌唱力。だからもう7月中はバタバタかな。違うか、歌唱力終わったらば落ち着くのか。レインボースター、ありがとうございます。今日麦茶飲んでる。初日キャンセルがトレードマナー諦めない。そうだね、諦めないでいいと思う、うん、本当に行きたかったけど本当にどうしても行けなくなることってゼロではないと思うので。だよか、それじゃないぜ、久々に期待したのに迷ってするじゃないとやめちゃったんだよね。だよちゃんが今度ありがとう、自分で熱唱するの得意のファースト気にするのに両方ができたみたい。そうだね、バブルありがとう。あとはアイスケープ、ケカヤはエスケープティカフェ始まるから片言とか言うの、うん、引き上げちゃってください。ゆうかのさんに好きなんだよ、届きありがとう。今日も不安定な天気、なるほど、進行に集中、うん、怪我しないように本当に気をつけてます。めちゃ23分バタバタの木曜日の朝をほぼに当たろ、バタバタなの気をつけてね。おはよう、そうサマーツアーもあるしね、初日目のためにちょっとハラハラしてる。分からん、まだあれが原因で声がカスカスになるかもしれんでも本当に喉もちょっと、まあ今はね朝っていうのがあるから麦茶でなんとかなるかなって感じで頑張ってるんだけど、やっぱ乾燥するじゃないですか冷房とかで。だからもしこの後もずっと例えば朝ごはん食べても喉がちょっと乾燥してたら喉飴舐めようかなって思うし、劇場とかだとレッスン場もだし、あのレッスン場だったらやっぱみんな動いて誇り立つし少なからずとも、劇場だったらスモークとかもねすごい
乾燥しそうじゃない、なんか。だからまあいろいろと気をつけながら。ツアーにあるアメトーク展開ね。ね、いっぱいあるね、嬉しいね。バキューン水鉄板ぱありがとうございます。熱中症ね気をつける。食事が中日が近づいてきたらドキドキしてきた。まだしてないね。おはようさんちゃん、昨日はゲリラ豪雨で建物の移動数十秒でめちゃくちゃ濡れました。そうだよね、もうこうちょっと下、ちょっとこうなんだろう、屋根の屋根があってもさ1メートルぐらいは吹き飛んできてたもんね、水が。ちょっと暴ったんやん。そうよ、声出していこうぜ。サンチャンネルの台、あ、ほんとだ、出るかな、出そうと思います。声出していこうぜ、はやさんちゃん。前回返してないけどね、ちょっと返したいよね。おはようせんちゃん、気を寝落ちして配信始めなかった、ごめん、全然だよ。眠かっ、疲れてたのかな、お疲れ様。楽しいは、おはよう。うんと、ビッグハート、ありがとう、ビッグハート、あ、ビッグハートと指ハートありがとう。ノットボサコ、いつもよりは声出していこうで。今の時点で悩んでることとかあるんですか。新恋に関しては悩んでるっていう感じのはないかな、まだ3ヶ月のことは分かりませんが、10月20日の幕張を申し込みました。ありがとうございます、嬉しいでございます。みんなからの思い出パワー充電センターも入って、サマーツアーね、レッスン、そうだね。ハロー、え、あれカノンって8月3日だっけ、最初のさま、それはやばいじゃない、ドタバタじゃん、まだゼップツアー終わるまでドタバタですね。ハモニカね、悩むね、雰囲気重視だったらそれはやっぱそのモニカなのかもね。 DMM はアーカイブがあるっちゃあるし、でもね、その横浜から東西通りね、天気もあるんじゃない、やっぱ燻製作ったら美味しそうだねって。お、燻製ビーチボールありがとう、いいじゃないの、カーニアさん楽しみ、お楽しみ、今日もさん今日もキャキャプリティだね、だって優しいね。エッセンジューでカステラ食べたら喉乾かない、あ、牛乳がめちゃめちゃ飲みたくなったかのんは、結構甘さがしっかりしてるやつで、あの、なんだろう、なんて言うんだろうな、こう食感とかがすごい牛乳と飲み食べたくなった。そうね、スモークも喉くるよね、浴びてみたい。皆さん客席の方にも行ってない、たまに煙ってか煙じゃない、スモーク大量の日とか
サムサムさん、おい好きでしたって、ありがとう、優しいね。おあくびでございました。おあくびちゃん、チケット使ってゆっくりですね、ありがとう。2回溜まってるね、本当に。もうあ、何まましておしましょう、なんでやねん、恐れます恐れます、 Thank you。 まだ音ってない、最近ごタイトル出してしまう。カノもね、ちょっと返してないから忘れちゃうってのもあるよね。お返事なし、どうしようかな、ちょっとそれも考えつつ、ありがとう。ヨウちゃんは昨日雨でガサかったけど、雨すぎて引かさないよ、10分出られ、そのまま晴れた。私でも時間があるならそっちの方が正解だと思う、あれはやばいからね。はい、ヨウちゃん明るく笑顔、あ、そうですよね、カノンもめっちゃ詳しくっていう風にはまだ見れてないんですけれど、本当にご冥福をお祈り申し上げる、申し上げます。本当にびっくりしたっていうのがまず感想というか、なんというか、本当にびっくりして、ね、え？みたいな、めちゃ、うん、ちょっと 5% になっちゃったからさ、配信、うん、ちょっと止まっちゃったよね、コメントがなくなっちゃった、コメントがなくなりました、皆さん。おはよう。カステラのザラメのところだけでか一口ちょうだい。ダメ、そこが一番、あ、じゃないよ。フレンチトーストね、美味しいよね。ビクテージ第一年度開始おめでとう、ありがとう。Thank you! たまちゃよ。そうよね。声出していこうぜ。カステラは端っこのザラメのところがすごい。そう、本当にザラメも結構大きめのザラメでめっちゃ美味しかった。どうするよんちゃん、パレオ新声まであと3日、うん、あと1、あと2日、え、今日明日本番だよね、わお、朝から冷やし中がいいですね、2回目行こうのに、確かに気になる。進行が終わってからの返事で用意です、優しいね、ありがとう、言葉が、はい、受け取ります、ありがとう。なんちゃってパチ、ではお仕事行ってきます、今日も頑張ってね、だって頑張ってね、ファイティーン、お仕事ファイティーン。コメントがピュンした、え、マジでクマちゃんとかね、大丈夫だよね、ギフトとかね、大変見逃してるかと思って、大丈夫そうかな、おはよう。エッグコーヒーってのがあるらしいね、一回飲んでみたい。エッグコーヒー、どんなコーヒーなんだろう。じゃあ改めてサダカウント6000、そしそし初日やってました。あ、難しいよね、なんかなんかね。はい、チェフ。はい、コメント削られました。ごめんね。ダメについてる紙だけでいいか、ちょうだい。え、いいの？紙だけで？紙だったらいいよ。本当に欲しい？紙。はい、チェフ。3回壊す。え？あ、リハみたいな感じかい？え、え？お放送すべやしために応募した初日公演全部外れたよ、だって、あー、なかなかやっぱ難しいんだね、ありがとう、増やしてくれて、俺と結婚するのもあと3日だね、なんでやね、
そしそし、ハートありがとう。はいよ、リカちゃんです。好きになっちゃって教えるみたいな。ねえ、リカちゃん先生。どんな感じなんだろう、リカちゃんが。ぜひと、まあ、年齢が、は、いろいろバラバラだと思うけど、ちっちゃい子と、リカちゃんの絡みっていうの、どんな感じなんだろう。今日とか明日とかも、そういうのでは気にはしてますよ、絶対。どうかな。500回の訪問ありがとうございます。素晴らしい。ミニカルコーヒードーナツかき氷いいな、なんかおしゃれ。上島結婚していこうぜ、だってかも。何これ、結婚していこうぜ結婚していこうぜなんとかかのんちゃんの家族としてインプロも上げ込みます。なんでよね。そうしそうし、かのんちゃん新恋に向けて追い込んでるもしれない。自分を愛しつつ頑張ってね、だって。あ、全然追い込みかのんさん足りないよね、本当に。痩せてはないですね、ますね。オンライン選挙初めてショールームの個人アカウント使ってしますなって。え、そうなんですか。カモンさん全然把握してないや。おはよう。初日慰めて、激しい慰めてよしよし慰めて、よしよし。もうしょうがないよね、初日はやっぱ狭きもんよ。おはよう。屋根のキャリアの上に目玉焼き焼きました。いただきます。今日放送です。そう、今日ツイートしないと。頑張れカロチャベックハート、ありがとうね。マキちゃんがチームイン推し以外もう応募してねって言うから、何年かさら倍率がさらに上がっちゃったかな、だって。まあでもそれは嬉しいことよね。仕事行ってくれなきゃ、もう頑張って。頑張りよ、仕事行ってらっしゃい。リッパー、レインボースターありがとう。レインボースター、握手会とかでカノンによるフリーレコーナー作ってるってできるかな、かの教えられるかな。いつも男性で悩んでた、リアンが先生になれるか。先生から胸熱やなんて。おお、おはよう。さんちゃんの孫の顔、いつの、いつになるやら。今日は日本標準時制定記念日、生命尊重の日、星になった。ボムかい、お盆。カノンはあれだね、本当にスヌジースのグランマンチに帰ってゆっくりするっていうのをどこかでやりたい。本当に最近帰れてないから、ずっと帰りたい言ってる感じです。よすよすお腹出していこうぜ。今日も雨降ったりするだけでリハ頑張って、ありがとうね。首に痛みが続いています。この痛み一生続く、それは嫌だ。良くなりますように。ナイスステーク。またなんちゃらそも続いてます。あら、おもそすじまりまりも首に通せは難しそうです。そうだね、初日のトレード一枚は出ると思うから、当たるパワーください。パワー当たります。これでただの何じゃって、握手会可能のフリーコーナー、やっぱりダウトからの詩人ですからって。そうですね、ダウトやばいですよ。ダウトダウトダウト、ジャイアだよってなきたかった。ピノキオ軍でもいいですね。皆さんの腰が終わってしまいますねピノキオ君は
三十チーム意味があるメンバー進行に気になってるみたいですね。そりゃね、やっぱカノンたちも気になったし、すげえ気になったように気になりますよね。新しいものっていうのは何でも。ユニットカナちゃん、そう、楽しみです。どうかな。水鉄砲ありがとう。あのまあもうそのフリーではもうカノンがしてもらわないとできにいけないレベルなので難しいです、はい、ということでちょっと今日はねコメント頑張って、まあちょ一回飛んでしまったのよね、充電がないですよっていうので、ちょっと今日は追いつきましたね。サウナ、うわー想像ついちゃう。ということで今日はちょっと15分までしかできないので、そろそろサンデスタイムしようかなと思います。水鉄砲ありがとう、声出していこうぜ。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位さんです、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、ありがとうございます。10位さんです、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、頭が髪にあーててありがとうございます。7位さんです、頭が髪にまろまろありがとう。6位さんです、頭が髪にありがとうございます。5位さんです、頭が髪にありがとう。4位さんです、頭が髪にありがとう。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、ありがとう。そして今日の第1位はピロルリン、今日の3です。1位おめでとうございます。パフ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 、素晴らしい、パパパ、ありがとうございます。そして今日の8時ご予約さんはタタタタンさんです、ありがとうございます。あなたもぜひアットマークを横浜になっちゃってくださいね。 Thank you Thank you ありがとうね。さあということでアバターが本当にニンニンしてピューって言ってねーねーしてるピューって、ね、どんな音ピュー、はい、ということで皆さん今日も怪我なく過ごすことかな、目標に怪我なく、熱中症や喉とかもね気をつけて、こう元気なね安全な状態で迎えたいですね。ということで今日も今日とって頑張っていきましょう。それでは少しでも気になってくださった方、ぜひここの後をピンクにしてフォローよろしくお願いします。4時販売が今日までなんだっけ、オンラインじゃなくて、それは今日、あ、それも今日、そうだよね、声出していこうぜの方のオンラインサイン会トーク会もそうですし、現地でトーク会サイン会、違う現地でサイン会じゃない、現地でトーク会ツーショット会握手会の方も今日の12時まで、オンラインもう締め切ったの、あーダメだこれ、じゃあ4時販売ね、今日の12時までということで、皆さんあとちょっと迷ってるよって方はぜひ応募して会いに来てくれたら嬉しいなって思います、はい、ということで今日もこの辺でまた今夜ね、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとうね。
バイバイ。頑張ってねー。ハロも頑張るねー。バイバイ。